どうも、六六組のエンタメラボへようこそ。六六組のキメラジとペチと長男ことサクです。ちょっと何を注文したんでしょうか。激化タシカンブラシを注文しました。激化タシカン必要だね。いや必要だね。全然必要じゃない。随分とこの石をね、石を削るかのようにね、お前の歯はちょっとぶん直しますぶん直す直すはい、ということで平和に行きましょう。君と世界が終わりに憎しみは憎しみしか生まないもん。楽しんでたはいになっちゃった5時にで、ということで、はい、君と世界が終わる日に第8話がね、終了いたしました。まあ、なんといってもやばい、くるみちゃんがね、ちょっとまさかの響きにびっくりしちゃった。射抜かれたと。いや、ちょっと衝撃すぎたな。いや、びっくりだね。射抜かれたね。ズッキュンだった、うん、やばかったね。まさかああなるとは思わなかった。最悪の出会い方ですね、うん、ということで、まあ今回のね、第8話は割と映像的にめちゃくちゃ楽しめる作品だったっていうか、そうだ、ね、リアクションムービーやな。そう、なんか考察要素はあんまりなかったなっていう印象だったんだけども、うん、その絵力がとにかくすごい1時間だったなっていう感じだったので、まあ割とその内容をね、触れながらちょっと考察のね、ところも触れていくというような感じで進めていきたいなというふうに思います。ということで、君と世界が終わる日には毎週日曜日夜10時半から日本テレビ系列で放送されてまして、僕たちはその翌日月曜日に直後考察動画というのをアップしております。で、その直後考察動画についたコメントをまとめて、再考察した直前再考察動画を放送日前日の土曜日にアップしてますので、ぜひその3本セットまとめてご覧ください。お願いします。で、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ではね、早速触れていきたいなというふうに思うんですけども、まあ今回はね、なんといっても前回のミンジュンのね、死を迎えたところから始まるんですけども、うん、まあ、ミンジュのね、遺体をお花の種と一緒に埋めてね、ジャージをかけて埋葬してるっていうようなシーンが描かれまして、で、みんなね、その前でね、あの手合わせていたんですけども、まあ、ゆずきちゃんだけはそんな信じられないっていうふうに言ったんですけども、うん、まあ、僕らもそっち側、いや、そうね、ゆずきちゃんと同じようにまだミンジュのね、復活というか、まあ、回想シーンとかでも出てきてほしいなっていうふうに、ね、まあね、祈ってるので、もうそれは全然あるんじゃないかなっていうふうに思います。出るだろうね、うん、出る。人気キャラだからな。そう、人気キャラだし、うん、でね、でさらにですね、前回の直前考察をね、もうアップして作ってる最中にですね、うん、ミンジュンがね、クランクアップしましたよっていうような、そう、情報が出てきましたので、だからちょっとまあミンジュンの復活はもしかしたら絶望的かなというふうにも思うんですけども、うん、でやっぱ公式の方でもさ、ね、また会えるよねみたいなことも言ってるし、で結構そういう声もかなり多い、ね、僕らの方にもそうだし、うん、公式の方にもたくさん寄せられてるので、うん、まあ、何らかの形で再登場っていうのは全然あるのかなっていうふうに思いますのでね、うん、ぜひぜひミンジュンファンのね、皆さんも引き続きね、見ていただきたいなというふうに思いますと、うん、で続いてがですね、まあ、駐屯地のシーンになるんですけども、外の柵をね、越えて駐屯地内にゴーレムがたくさん侵入してきちゃってるよっていうような状況になって、まあいよいよ駐屯地も安全な場所じゃなくなってきたなっていうようなことがあるんですけども、うん、だそれぐらいにやっぱりゴーレムがね、広まってるっていうところで、うん、どこが安全な地かわからないっていうようなね、今状況になってますと、うん、はい、で一方ね、放浪グループのね、手助けをしたことで、まあ拘束されてるジアンなんですけども、死ぬことは許さないっていうふうに人に言われてて、生き続けて罪の重さを味わうんだっていうことで、一番辛いな。首都はめちゃくちゃ最古な野郎ですね。野郎ですよ。本当に一番えぐい殺し方をする一番の部下だったはずですけどね。そうだね。で、そこでの会話の中で、冷凍保存装置のね、中身何なんですかみたいなことを言うんだけども、うん、医学の結晶だよっていうことしか首都は言わない、ね、まだこの中身が明かされないっていうね。粘るね。粘るよね。ずっとなんだよ。そう、医学の結晶、医学の結晶、めちゃくちゃ大雑把じゃないですか。で、一応その冷凍保存装置も壊れたっていうことを言ってるんだけども、ね、でもまだ一応そのもの自体はあそこにあって、で、近くにやっぱ相変わらずずっと首都はそこら辺をうろついてるっていうことで、うん、やっぱ冷凍っていうのが肝だったのかな。まあそうだね、だからもう解凍されちゃってる状態よね、うん、自然解凍。そう、自然解凍されちゃってて、うん、でそういうのって基本的に再冷凍すると品質って落ちるじゃん、うん、チャーハンの話してるいやでもチャーハンもそうだそうか、チャーハンもそうだし、冷凍食品って大抵さ、うん、一度さ溶かしちゃったらまた凍らせないでくださいじゃん。そうだね。やっぱこれもそうなんじゃないかなじゃあこの冷凍チャーハンは、いや冷凍チャーハンじゃないけど、違うの、じゃないけど、これも多分もう出てきちゃうんじゃないかなっていう、もう解凍されて出てきちゃう。そう、だから相当なあの硬さで凍らされてたと思うから、うん、でも結晶とイメージしてんの、結晶って言われて結晶イメージしてんの。そうじゃなくて、普通にでも冷凍されてるあの物体、人だとは絶対思うんだけども、ずっとさ、あの密閉してたら冷凍ってさ、うん、冷気が保たれてるから、はいはいはい、すぐには解凍されないと思うのよ。だけどそれもね、限度があるから、それが終わったら出てくるっていう風になると思うので、生き返っ
る可能性もある。いや、あるんじゃない普通に。うん、解凍されて出てくる。生き返る、生き返るというか動くんじゃない。動くと思うんだよね、うん、人だったら、人だったら、人だと思うし、だから、あの、壊れたっていうことはこのストーリー的には進む、あれ、ね、一歩だったこと、不完全な状態でも、うん、やっぱり出てきてくれないとっていうところあるので、うん、そうか。そう、でも響きへの憎しみが増幅したってだけな気もするけど、ね、だけなのかな。その壊れたことによって、あ、大事なものが壊れてしまったことによって、まあ、そっか。それでじゃあもう冷凍保存装置の中身は、まあ、言うだろうな、死んじゃうとか、もう使い物なんない可能性は、なのかな。いや、微妙やな。でも結構メーター的な話になるけど、うん、だいぶ多分金かかってますよ、あの、まあ、確かに。なかなりの大きい装置で、うん、めちゃめちゃ大きいよあれ。そう、しかもこれだけもったいぶってずっと首都の近くに置いてあるっていうことは、うん、やっぱりあれが、まあ、少なくともシーズン1でのボスに当たるゴーレムになるのかなっていう感じはしますけどね。なるほど、うん、続いてはですね、また冷凍保存装置のところなんですけども、まあ、そこの近くで首都がね、ずっとぐったりしているんですけども、そこにクルミが寄り添ってきて、で、まあ、ハグ後ろからしてましたね。いいのか、あれは。いいのか、あれ。ダメです、ダメですよそんなに軽い女の子がクルミ。しかもクルミわかんないの。そう、意味わかんないし、クルミももう何でもしますからって言ってんだよ。何何、ケメロジは何でもしますからに弱いのよ何でもしますからって、え、どこまでいいどこまでうん、なっちゃう。何質問するやつはモテない。あ、モテない、うん、どこまでってちゃんと聞くからね、うん、そうっていうのがあったので、これもしかしたら恋愛関係とかになっちゃうのかなっていう。いや、その匂わせはあるよね。ちょっとあるよね、うん、だからもう完全にクルミは首藤に続婚になっちゃって、響のことを見てももう何とも思わないみたいな。もうほんと洗脳だよね、ある種の宗教。まあまあまあ、で、続いてが駐屯地内でね、やっぱ相変わらずゴーレムが侵入してるよっていう日々が続いているので、うん、なんか移転先のね、調査をしようということで、うん、自警団をね、集めて武器を手渡す沢と桑田っていうのがね、あったんですけども、で、轟もね、そこに並んでて、銃をもらっててっていうところで、うん、で、その後ね、くるみが臨床試験の注射を打とうとしてたところに、轟が現れて、それを阻止しますと。うん、で、そこで轟は思いを打ち明けました。ずっと好きだった。小笠原のことは俺が守るっていうことをね、言うんですけども、うん、あれはあんまり響いてないような感じでしたね。なんか結構クルミも知ってたんじゃないかなっていう感じだよね。なんか意外性もなんかいないようなリアクションだったし、それはさすがに感じるんじゃないですか。気づいてた、ね、やっぱ多いよね。トドロキってこうなるから、うん、もっともっとこうしないとで、そんなね、トドロキはゴーレムウイルスがね、広まっていない安全な場所として、まあ島、猿の島にね、目をつけてそこに行かせてほしいっていうふうに頼んで、単身でね、乗り込むことになりましたと。で、その後ね、一方猿の島のシーンではですね、まあ翔子とカナエが話してて、でカナエがね、うん、響のお洋服をくんかくんかしてますよくんかくんかしてまして、カナエちゃんだからいいけども、うん、ね、でもね、そんなところで、やっぱりやっぱカナエはね、好きなんだなっていうことで、まあ、いや、そうです、響のこと、うん、で、そこで翔子お姉さんがね、いいアドバイスをしてて、うん、明日死んでも後悔しないようにっていうね、言葉を言うんだけども、うん、カナエに対して言ってる言葉だったんだけども、うん、であの後ね、翔子が翔陸に撃たれてしまうっていうこともあって、はいはいはい、結構危ない状況になっちゃうので、うん、あれは実は翔子の、うん、なんか未来を暗示してたじゃないけど、そうね、ね、そう、自分に対してのフラグだったんだなっていうのがね、あの後々回収されましたね。はい、で、それでね、カナエは意を決して寝ている響に口づけをしました。で、起きた響に対して好きですっていうふうに打ち明けるんだけども、響は全く動じてなかったので、まあ恋愛感情は響は抱いてなさそうだったね。まあ、まあ、民順が亡くなってから、まあ、ね、日が経ってないっていうのもあったよな、まあね、そうね、だから民順ロスもありつつ、やっぱりどこかくるみのこともっていうのもあるのかな、ね、で、続いてがですね、轟なんですけども、うん、まあ島に、猿の島に上陸しまして、うん、島を明け渡すようにということで、交渉するんだけども、はい、刀集団に捕まって縛られてしまいますと、うん、でね、そこで響とね、会話をするんだけども、半年間ね、響がどんな思いで父親を探していたのか、くるみをね、傷つけて親友のお前、まあ、轟にね、轟にだって話もできないぐらいにぐちゃぐちゃだったっていうことが響の口から明かされまして、うんうん、ってなると轟はね、響があのお父さんを探してたっていう事実を知らなかったっていうような感じですよ ね、 そうね、これは。そう、だから響に対してね、半年間も何やってんねんっていうね、憤りを感じてたと思うんだけどもでもそれを、響も言えないぐらいに、もう本当に心がぐちゃぐちゃで、
まあしょうがないっちゃしょうがないことだけど、まあ、一言で済んだっちゃ済んだってことだけど、まあ、済んだところだけども、でもやっぱ本当にどうしようもない時ってそれできないと思うんだよね。まあな。でさらにその時はくるみのことが好きだから、うん、なんで半年間も俺のね、まあまあ、大事な人を放置してるんだってことかことになっちゃってたから、うん、だから割とそのトトロキと響の確執因縁みたいなところはもうほぼほぼ回収されたのかなっていう感じ。晴れては晴れてきてんだけどね。そう。はい、で続いてはですね、トトロキ以外のね自衛隊も上陸して、まあ、トトロキを助けに行くぞということで、うん、桑田や浅は、くるみたちはね樽の島に上陸したわけなんですけども、そこでね桑田が動くものは全てゴーレムだと思って撃てっていうような指示がねあったから、勝利くんは将校を撃ってしまったんだけども、動いたもんな、もうちょい冷静になってほしいよね皆さんね、うん、そうそう。で続いてがですね、まあそんな中刀集団とね、響たちがね、うん、一緒に共闘するのかなと思いきや、うん、見張りをね頼んでいた坪井たちはそれをボイコットしてしまいまして、でなんでかっていうと響の目を見てやばいと思ったから、もう坪井たちは協力できないみたいな感じで、まあ、結構響ももうギンギンな目をギンギンしてましたから、ちょっと坪井もこれだとやべえなって思って、うん、そうだからもうゴーレム云々とか自衛隊云々じゃなくて、とにかく響がちょっとやべえからっていうことで、うん、そうまさかの刀集団またどっか行っちゃうっていうことで、ね、だね、いい戦力になって一緒に共闘する姿はね、うん、見たかったんだけども、坪井っぽいが有能すぎるからさ、いやそうめちゃくちゃいい、前も言ったけどめちゃくちゃいいリーダーすぎてすごくない、本当にあんなに状況の判断能力が素晴らしくて、いくらね近しくなった間からでもやっぱりそういったもうそうよ、ちょっと客観的に見て行動できるっていうか、う、ね、判断できるっていうところはめちゃくちゃいいところなんだけども、もう会えないのかな。そう、続いてがですね、まあそうやってやっぱ響もねどんどん変わっちゃってる状態で、はい、甲本ももう何としてでもあの民事を撃った女を倒してやる、ぶっ殺してやるみたいな感じの会話を聞いて、お前だけがね戦う相手間違ってないかと、我々が戦ってるのはゴーレムじゃないのか、あんたらのやりたいのはただの報復だっていうことを言いまして、まあまさにその通りだなっていうことですよね。これ我々が思ってたことを全てお前崎さんがね代弁してくれたんですけども、綺麗事だよな。これもねまあね、そうなんだよね、正直よ、まあ正直、まあな、正味無理よ。で響たちの行動が正しいと、いやもうなるね、まあそうだよね、いやマジで俺はなると思うよ、うん、ここは切れ事なしに行くと、うん、あの状況だったらってことでしょ、俺やっちゃう、どっちもやっちゃう、あどっちもやっちゃう、どっちの意味も分かる、どっちのチームも分かる、あ駐屯地グループも分かるし、うん、響分かんないよ、うん、もう人間だから。そうだよね、だからここの今の世界では何が正しくて何が悪だかっていうのが、まあ、線引きが曖昧だから、まあどっちのやってることも正しいし正しくないしっていう正解がない状況だから、己のね正義を貫くのがいいのかなっていう感じだから、でも普通はそういった考えになるじゃん、復讐とかさ、報復になるけど、それをあえてお前崎は一個上のランクいってるじゃん、そのなんか成人のような、うん、昔何かあったね絶対ね。あまあそうだね、一皮向けてる、うん、そうだから、まあそれこそやっぱ首都のね研究を目の当たりにしてたから、やっぱああいうもう非人道的なことを見てもう嫌になっちゃって、うんうん、っていうのもあるだろうし、まあ、それ以外のねこと自分も響きみたいになってた過去あるかもしれないよ、あるかも、そうだね、何か大事な人をね失ってとかあるかもしれないし、ちょっとお前崎さんがちょっと怪しいかなとも思ったけども、うん、めちゃくちゃね的確なことを言ってくれるっていうね、今日は俯瞰で見れてそう感じがしましたね。それで最後がですね、先ほども言ったんですけども、轟をね人質にとって自衛隊たちにね立ち向かう甲本たちなんですけども、うん、響はね後ろから回り込んで例の女に弓を向けてたんですけども、まあその女は実はまあくるみだったということで、でくるみはね響の声で気づいた、で恐る恐る後ろをね振り返って響きっていうと、もうそこは遅くて響がピュッて弓を引いて思いっきり水落ち刺さってたね、刺さってましたね、後ろ姿で気づかんかね、いや気づくでしょ、俺でも気づいたけどな、くるみって正直くるみが声を発せられなかったのはしょうがないと思う、まあ、だってくるみはもうさ撃たれるのもそうだし死んでると思ってんのも響きが、だからまさ か, そうまさかそんな声がいきなりこの状況で聞こえてくるとは思わなくて、そうしかもめちゃくちゃ響きのさ声は敵意むき出しの声だったじゃん、うん、お前だ聞いたことないようなね、そうでしょ、だからそれはしょうがないよね、でもこれくるみに関してはこれ生きてますね完全に、えてか死なない、うん、死なないです、あんだけ血出ても、うん、そうあんだけ血出ても死なないし、まあ言うてああいう物が刺さった系って抜かなければそんなに出血しないんだよね、勝利君も救ってたもんな、ああそうだ、そうそう、勝利も刺さった時やって、ね、それもねあそっかそっか助かったから、懐かしい、そうそれと同じようにあれも多分大丈夫で、まあさら
らに言えば、うん、まあ、くるみはずっとさ、いろいろ実験で打たれてたりしてたじゃないですか。もしかしたらそういうのも、あの肉体の強化に加担してる薬かもしれないし。回復が早いとかね。そう。だからもう、くるみは今の時点で、反人間、反ゴーレムみたいな、あの、見た目人間の姿したゴーレム的な存在になってるかもしれないよね。確かに。最強のゴーレム。ということで、まあ、最強のゴーレムも誕生したんじゃないかなっていうことで。死なないってことか。死なないと思いますよ。あの薬が、ここでさ、クリミが本当にあのまま死んじゃったらさ、じゃ今までやってたその知見は何だったのっていうふうになるし、明かされないまま死んじゃうじゃないですか、うん、薬のことも回収されてないし、でまあ、 あの傷の件に関しても防火させたままだから大丈夫だしっていう2つの観点からやっぱクリミは生きているなっていうような感じがしましたね、うん、ということでね、第8話はめちゃくちゃ怒涛の展開でスピーディーなね面白い回だったんですけども、また第9話もまた波乱の予感はしますね。ということで9話もねめちゃくちゃ楽しみなんですけども、はい、最後にですね、君と世界が終わる日にの公式ツイッターの方でですね、いつもそのハッシュタグゴーレムの謎っていうことで上がってるんですけども、ね、今回がですね、緊急シェルター希望の家括弧 73.4 っていうことが書いてあって、これあの1分予告の方でもね 73.4 という数字が出てきて、うんうん、てて多分あれどうやら狛江のね取材メモの中にあの載ってた一筆だと思うんですけども、うん、これが一体何なのか、この、まあ、緊急シェルター希望の家っていうのはなんとなくさ、多分そういったシェルターみたいなのがある、安全な地下なのか分かんないけどあるんだろうなって分かるんだけども、この 73.4 っていうのが一体何を表してるのかっていうのがちょっと難しいっていうか分からないところではありましたよね。まあね、その 73.4 っていうその、まあ、数字の並びからすると、うん、なんかラジオのね、その放送局の、ね、あの点あるね、そう、なんていうんだ、あれ受信番号っていうのかな、それこそよ、うん、ヘルツ、ヘルツか、ヘルツ、 FM 横浜だったら 24.7 だから 24.7 はい、そうね、そうね、っていうのね、あったりするので、まあ一応そこ当てはまりはするので、このアナウンスがしてるかもしれないよね、うん、ここだよっていう、そう、だからそれこそ緊急シェルターが発信してて、うん、ずっと住所を言ってるラジオだとか、はい、ここに来れば安全だよみたいなね、ことを流してる、ラジオかもしれないし、ちょっとそこはね、気になるところではありますけども、まあ多分次回ね、明かされると思うので、そこも楽しみにね、行きましょう。ね、僕たちは今回もやったんですけども、リアルタイム生放送っていうのをね、やってまして、一緒に僕たちと君せか見て盛り上がろうっていうのをね、やってますので、ちょっとゾンビ一人で怖いよなんて人がいたらね、一緒に見ていただければなというふうに思います。守るからってやれてる。かっこいいな。うネルソン Z です。ネルソン Z ね、はい、あんま夢じゃないから。はい、であとね、君世界以外にもいろんな考察をやってます。はい、ドン。はい、すごいですよ、天国と地獄、ボス恋、狼、レッドアイズ、いろいろやってるのでね、ぜひ気になるのあったら見てください、お願いします。はい、ということで以上ロクロクでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。はい、ということでペッチ、はい、73.4 何の数字、羽生結弦のショートプログラムの最高得点。俺の撮影前に行った光景。